俺はまだ諦めていない。あの子はともかくして、実際にどんな人が座るか、その結論は出ていない。未来はまだ開かれてる。今回の作品は、主人公4人を用意して、それぞれのストーリーに沿わせた作品を作ったんだ。人間はそれぞれ悩みを抱いて生きていると思う。そして壁にぶつかっては乗り越えていくのが人生だと思うんだ。壁にぶつかった時にどのような行動に出るか知りたかったし、作品として世間に出したかったんだ。この作品では特にロケに力を入れたんだ。本物の場所と本物の環境で撮ることに特にこだわったし、大変だったんだ。まあ正直オファーをいただいた時は本当に驚いたよ。プレッシャーも不安もあったけど、川田監督と話をしていくうちに、この役は自分にぴったりだって思ったし、自分にしかできないって思ったんだよ。映画の中で僕はツイッター中心に生活が回っている役を演じなければいけなかった。だから僕は今までやったことがなかったツイッターを始めて、実際に1日100回以上つぶやき、役の中に入り込んでったよ。この作品で伝えたかったことは、笑い、そして感動、そして全ての人にエンターテインメントを届けたかったんだ。そして何よりも自分たちにしかできない作品を作りたかったんだ。神様、人間は一体いつになったら満足するのでしょうね。幸せの片道切符があると思ってるうちは無理なんじゃね。知らんけど。